して里子ちゃんを抜きにして脱出しようなんて言うの？そうだ、それは俺も思ってた。里子はどうしたんだよ？里子はさっきボートに連れ去られたらしい。鬼ヶ淵の伝承の生贄の儀式に沿って3日かけて沈めて殺す気らしいよ。生きてるのね？生きてるんだな。どうしようもない、どうしようもないんだよ。自宅に戻り、冷静な対応をお願いいたします。こちらは災害対策本部です。本日12時より以下に定める場所で想像しいですわね。朝っぱらから懲戒理解の指示に従って、一体何事ですの？各自診察を受けてください。この騒ぎは理解？あの小屋に里子が閉じ込められてるのか。見て、鬼ヶ淵に続く参道にも明かりが。ああ、正面突破って手もあるけど、ここはより確実に里子を救出する作戦を取ろう。どうするの？あいつら徒党を組んでるようで、実のところはお互い誰も信じられなくなってるはずだ。よし、これで小屋の方が手薄になる。行こう。一体何が起こってるんですの？やろう！ぶっ殺せ！てめえ！サトコ！ケイチさん！サトコちゃん、待ってて！レナさんも？動くな！それ以上近づくと、こいつの頭ぶっ飛ばすぞ！サトコちゃん！サトコ！レナさん！ケイチさん！心配すんな！今こいつらぶっ倒して助け出してやるからな。ぶっ倒されるのはお前らの方だよ。私なんかのために命を懸けるなんて大バカですわ。ああバカだよ、レナも俺もとんでもない大バカ野郎だ。だけどな、俺たちがバカだからって文句あるか、サトコ？ありませんわ。ごちゃごちゃほざいてねえで、とっとと死ねえ。このガキ！やろう！さあ！サトコちゃん！レナさん！レナさん！レナさん！この！てめえも死ねえ！お前も死ねえ！ふざけんな！ケイチ君！ケイチさん！あ、びっくりした。本当に死んだかと思ったぜ。撃たれたんじゃなかったんですの？撃たれたけど、サトシが助けてくれた。ニーニーが？ああ、助かったぜ、サトシ。なんで？なんで私なんかのために命までかけて。言っちまったんだよ、ミオンに。うん、サトコちゃんを絶対に連れて帰るって。ケイチさん、レナさん。ケイチさん、リカはどうしてるんですの？ごめん、リカちゃんの居場所はどうしてもわからなくて。それじゃ、リカを見捨てて逃げるんですの？聞いて、サトコちゃん。リカちゃんは私たちとは違う。ここに残っても、お社様の生まれ変わりであるリカちゃんに
危害を加える者はいない。だから今日のところは私たちだけ逃げて、落ち着いたら必ず助けに来ようと思ってる。そんな。仕方ないんだ。ミオンも撃たれて重傷だし、俺たちだってこれ以上ここに留まればいつやられるか。だから。わかりましたわ。すまん。でも一箇所だけ寄ってもらえませんか。どこに。私たちの家、これ以上ケイチさんにおんぶしてもらうわけにはいきませんから。私の靴を取りに行きたいんですの。それにもしかしたらリカが戻っているかもしれませんし。わかった、急ごう。うん。リカ、無事でしたの、リカ。よかったよかった。まさに奇跡だぜ、リカちゃんに会えるとはな。うん、本当だよ。でも喜ぶのは後。とにかく今は早く逃げよう。そうですわね。さあ。リカ、何をしてるんですの。早くここから逃げないと。どうしたんだよリカちゃん。このままここにいたらどうなるかわからないんだぜ。そうだよ、逃げなきゃダメだよ。私はここに残るわ。え？私たちがいなければみんなここがいるべき場所だということを忘れてしまう。だから悪いけど私はここを離れられない。大丈夫、もうじきここは危険ではなくなるわ。みんな殺し合って誰も生き残らないのだから。何を言ってるんですの、早く逃げないと。言ったでしょ、私はここを離れられない。見届けなければならないの。これが世界の終わりなのか、それとも新しい世界の始まりなのか。お社様の生まれ変わりとして。リカ、そんな、一緒に行こうよ。リカちゃん。それが私のなすべきこと。だから私の代わりに世界を見てきて、そして私たちが新しい友人を受け入れることができるかどうか見届けてきてちょうだい。新しい友人。それまで私はここで待っている。誰かがきっと帰ってくるのを待っている。リカ、それがあなたのなすべきことなんですのね、リカ。わかったよリカちゃん。俺は、いや俺たちはまた必ずここに戻ってくる。だからそれまで絶対に死なないって約束してくれ。約束するわ、また会うことを。なら心配ないさ、サトコ。お社様の生まれ変わりのリカちゃまが約束してんだ。いつかまた必ず会える。リカちゃん、約束、絶対だよ。じゃあ、その日まで達者でな。じゃあね。絶対ですわよ、リカ。ファイト、あーなのです。このイカれた世界が新しい世界の標準になるってことですの。イカれた世界はすぐに終わるよ。新しい世界を受け入れられる人類を残して淘汰される。まあ私たちもまだその淘汰を乗り越えられたかどうかわからないけど。なーに、こんなの俺たちなら余裕で乗り越えられる。いつもの部活でのピンチに比べたら何でもねえさ。新しいルールの世界を生きる。どうやら今度の部活は随分ヘビーで長いものになりそうだね。理不尽な世を生きる。ゲームのルールはこれまでと何も変わっていませんわね。それもそうだな。うん、これからが本番だよ。全世界規模でのひなみざわ大災害はいよいよ今日から始まるんだから。さあみんな、しまっていくよ。おー